ちゃんの後ろに下がれ。先に掃除をしますか。そうだ。せっかくの中忍試験が。ヒガ戦力を誤認するな。お前の叶う相手ではない。娘に手を出すな。さらに角を短くしてやろうか。サイトン弾折れた。サイトン弾、この力を使ってしまったら僕はもうここにはいられない。危険な力だ。使わせるわけにはいかない。我らの技術にない力だ。逃がさん。我は大筒木桃式、かぐやと同じ大筒木一族。我らの使命はかぐやの仕事のやり直し。集めたチャクラから炭を錬成するのよ。即座に手間なく本物の力を手にすることができる。ほーら、砂が足りないからそうなる。本物の力ではない。とほざくか。どうせこの苗床もきれいに整え直さねばならぬからな。これぞ高み結びの神。無駄なことを。七段ですの。俺のチャクラも使え。お前がやられてしまえばここは終わりだ。甘いですよ。見えてますよ。なすすべありませんか。大爆風の術。逃げられたか。リンネガンか。終わりだ。ナルトがその気になれば。ただし辺り一体ごとだよな。父ちゃん、連れて行く意味がある。意味？俺ができると言っている。その言葉を信じろ。さあ行くぞ。こいつを通って奴らの元へ行く。ナルト、サラダ、地下台、みんなを頼むぜ。父ちゃん、どうだ。我が作った苗床でその餌になる。お前もほどなく真珠となってもらうのだが、時間のかかる。そうやすやすと奪われてたまるかよ。お前たち以上の力を得ることができるのだ。何をブツブツと言っている。行くぞ。さあ行くってばよ。ああ、解析風の術。あんたらも運がなかったね。あいつに忍術はダメだってばさ。このまま術なしで腕ずくで締めさせてもらうぞ。なるほど、なかなかに面白い運命を背負っているようだ。見せてやろう、我が一族のやり方。もう遅い。次はお前だ。早い。うわ。この一瞬で五影のみんなを。ボルト。ここか。Hey!
流血、さっきまでとは別物ってわけか。特に念を入れておく。その言葉を信じろ。俺がやる。やるしかねえってばさ。螺旋が。あいついつの間に。なんだ。行くところは同じ。消える螺旋眼だって。そんな術を。助かったぞ、ボルト。なんだと。これさえあればいくらでも。これが父ちゃんのこの重み。見たぞ、二度目はない。ことで我は大筒剣もも式だぞ。まさかこの我が。なるほど、貴様大筒剣の力を強く受け継いでいるな。その運命しかと噛みしめて歩む。見事、言った通りになったな。今度の勝負は俺の勝ちだ。俺は渦巻ナルトの息子、渦巻ボルトだ。よかった。ああ、謝ったから何だって言うすか。俺がやっちまったことは消せねえけど。二度とズルなんてするんじゃないよ。じゃあ、あいつらこれでおしまいなんてことはねえんだろうな。まあな。取り逃したあの男の行方も気になる。けど、もう少し休んでからでもいいんじゃねえのか。試験は中止になったが、ある程度個々人の技量は分かった。キラー B が雲隠れの里に戻ったって連絡があったぜ。中止からこっち、忙しすぎるぞ。全然休みがない。あんな怪我して死んじゃうんじゃないかって心配してたんだよ。あの、どんだけ任務入れりゃ気が済むんだよ、めんどくせえ。お前の話を聞くって言ったのに、忙しくてずいぶん待たしちまったからな。悪かったな。だから先に謝んなって。ああ、そうだった。バケモンみたいに強かった。特にうちの父ちゃんがな。親のレールには乗らねえって言ってたのにな。あんなのもう使わねえってばさ。渦巻ボルトのことを考えていました。叶うはずのない強大な敵に、そして打ち破った。渦巻ボルトとやり合えば勝つのはあんたさ、新規。間違いなくね。お前たちの人道が果てしなく長いと知ることの方が先だ。サスケさん、あれは金縛りなんて生優しいものじゃない。お前の身に起きたことは普通じゃない。用心するんだ。返すよ。それはお前が持っていろ。
ねえパパ、いつまで里にいられる？豪華球の術を完璧に仕上げておきたいの。これからパパ